保健所政令市とは、日本の地方公共団体のうち、地域保健法第5条第1項の規定により、保健所を設置できる、政令指定都市、中核市及び政令で定める市を言う。保健所設置市とも言う。都道府県及び特別区は、地域保健法第5条第1項の規定に基づき、自ら保健所を設置する義務がある。市については、 同法に基づく政令で指定されている市のみが保険所を設置することができる。この政令で定められている市以外の市及びすべての町村は自ら保険所を設置する権限がなく、当該市町村を包括する都道府県が設置した保険所の所管に属することとなる。このため、政令で指定されている市が周辺市町村と一部事務組合を組織して、 保健所を設置することはできない。また、都道府県は保健所政令市以外の市及びすべての町村の区域の保健所業務を保健所政令市が設置した保健所に委託することができる。また、保健所政令市と都道府県が共同で保健所を設置することもできる。なお、この区分は産業廃棄物処理業の許可権者と一致する。すなわち、 産業廃棄物処理業の許可は、保健所精令市であれば当該市長に、それ以外であれば都道府県知事に申請して許可され、保健所精令市内での事業に関して、都道府県知事の許可の効力は及ばない。令和二年三月三十一日をもって、精令指定解除に伴い廃止された大牟田市、保健所現在は、地域保健法施行令第一条で、精令指定都市、中核市、 第3号で個別に、小樽市、町田市、藤沢市、茅ヶ崎市及び、四日市市が指定されている。これらのうち、第3号によって指定されている市に限り、保険所政令市と呼ぶ場合もある。第3号都市については、当初は工業都市などにおいて、公害、労働災害が深刻化し、都道府県レベルではなく市の単位で決め細やかな、 対応が必要とされたために設けられるケースが想定されていた。四日市市、天川崎市、西宮市、大牟田市などがこれに該当したが、天川崎市、西宮市は中核市以降で2号市に昇格した一方で、大牟田市は2020年4月1日に指定解除された。近年は人口増や住民サービス工場を理由とした指定が増えており、町田市、藤沢市、 茅ヶ崎市などがこれに該当する。ありがとうございます。